俺らもそろそろ来るってことだよな。あれ相手バラけてるタイミングなのずるくないか。さっき俺ら固まってるタイミングできたのに。そうだったね。それ固まってたからいけないね。それ固まってる方が良かったね。そうだね。道がもうそこしかなかったんですけど。辛いね。なんだこいつ。皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。どうもコンピピ四次元ポケットのゆきじでございます。レイでございます。コンピピこちらです。コンピピかげねぎです。なんか俺が逆に恥ずかしいなこれ。言わなかったねコンピピね。俺だけ言ってなかったね。ちょっとコンピピって言えばはず。2024年もやってまいりました。この季節格付けのお時間でございますよ。再会だけ盛り上がってんな。はぁ、やっと盛り上がれる可能性があるから。おゼロ回戦やるかここで。まあ、今年で3回目になりますね2024年で。皆さん楽しみにしてましたか。楽しみにしてたよ。してた。これ一旦大事だからね。またゆきじが再会になるのかなって気が向いてて。あ、心配してくれてるってこと。あ、いらん心配しとんな。まあ早速ね、今日1日目ということで簡単に今回の企画のご説明の方をねさせていただければと思います。こちらの企画はですね、3日連続にわたってお送りする4次元ポケットの格付けチェックと題しまして、3試合行いまして、それぞれ競っていただいてポイントを獲得していただきます。でそのポイントが一番多かった方は今年のチャンピオンということで1年間威張れます。1位になった方は今年チャンピオン名乗れますので、ぜひ頑張っていただいてということで、で1日目ということで1日目の試合のね方を簡単にご説明しますけれども、今日はチーム戦を行います。まず最初に何のゲームやるか発表します。第1試合の方のゲームはアンレイルドでございます。いや懐かしいね。ちょっと前もやったね。そうね、俺と紅茶はね、コソレントグルージュ、コソレントグルージュ、コソコソだからコソコソじゃないよ。大々的にね、コソじゃないけど勝手に練習したと思って。これでコソだよ。これユキジインサイダー疑惑ない。違う。まあ、こちらのゲームは簡単にご説明すると、あのレールをねつないで長くつなげろっていうゲームになってます。どっちのチームが長くつなげれるかなっていうゲームになってます。こちらのゲームを2先取った方が1位としてポイントを獲得できると。チーム戦ということでチームのね組み分けをね決めていこうじゃありませんか。抽選の方をね、今年も用意しておりますので、こちらのソフトを使って抽選の方やっていきます。これですね、1人ずつ我々のアイコンが出てきます。ま、手のこんなことしてんね。最初の出てきた2人がチームメンバーっていう感じで、残り出なかった2人が、また B チーム B っていう形でやっていこうと思います。早速引いていこうと思います。チーム A1 人目いきますよ。引きます。ドン。はい、1人目チーム A1 人目レイさんでございます。レイさん選ばれた。さあ2人目は誰だ。レイさんのパートナーになるのはこの人です。私ですね。インサイダー疑惑。いやもうレイさん今ニヤニヤしてるか、それともうわ雪地でと思ってるかは多分交差だと思うんだけど。いやね、嬉しいよねレイさんね。まあ悩ましいよね。記事は RPG とかね、そういうねあれはいいんだけどね。まあ、あれはいいんだけどね。あれはいいんだけどね。なんか今チクチク言葉言った。いや言ってないっすよ別に。4PP チーム決まりましたね。チーム A 私レイさん、そしてチーム B 影縫い紅茶ということで 4PP。よし、それでは第1試合の方アンレールド行きましょう。でこれ速さだから、早くゴールした方の勝ちだから。ついてる。
いけ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 、喧嘩してる場合じゃないんだよな。詰まってんな今回。詰まってますね。掘っていく。やばこれ。速さ求められてるからねこれ。そうね、速いもんじゃないこのゲームは。切れる。ちょっとこの2列2列の感じでいかんと。ああ、オッケーオッケー。2列の感じで掘ってくれ。それを取らせて。攻めなおい。すいませんすいません。ちょっと、待ってください。これいけねえんだけど。すごい。いけねえんだけどこれ。そろそろいける。そろそろいける。大丈夫、向こうも同じ、向こうも同じ。あら、紅茶さん困ってはりますか？一生黙っとけ。怒られちゃったよ。怒られるでしょ。怒られる？おかしいね。いつも似たようなこと言われてんだけどな。こうか。そうそうそう。で、もう一個右行って。オッケー。で、これでちょっと俺は石を掘ってくるわ、先の。狭っ。狭っ。この掘れないやつがめっちゃ邪魔だな、俺。ねえ。ダイナマイトで壊せる、ダイナマイトで。あー、壊せなかったんだよな。はるか昔の記憶なんだよな。今回レベル高くね？今回ね、高いですね。この辺をちょっと広げるか。あ、俺持ててね。オッケー、ゴール見えたろ。あとは掘って材料さえあればかな。なんで持ててないねん。ちょっと石が足りなくなりそうなんでこの辺掘ってきます。足りるかこれ。これあと8個木切ったら終わりにすれば木切るの。あとレールつないでこう。うおー、なんだなんだなんだ。おい、ダナマイト投げられた。やばい、うわ、相手野蛮だよ。大変だ。ダイナマイト投げられてる。いや、なんか今の木だったな。これダメだな。ナイト。よしよしよし。もうゴールまで教えてちゃっていいよ。一人しか通れねえや。木足んねえか、もしかして。木が足らんかい。なんだ？なんかこっちも勝手に投げてる。殺されたんだが。大丈夫かい。なんだ？今だ今だ今だ。いいぞいいぞ。はいはいはい。見せる見せる。いいよ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 。奥行って。レール取っちゃう。オッケー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 。取るよ俺取るよ。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。すみませんすみません。木足りてる？木が足りてないかな。石手前の方にあるからちょっとそれをね拾ってほしいかな。手前の方？手前、あそこそこそこその辺。あといくついる？ 1,2,3 個。よいしょ。あの石はない。石置ける？石はない。下にピッケルあるよ。 OK。 あ、俺いく俺いく。 OK。 あー、あと1あと1。石めっちゃ道細かったね。細かったね。いや、第一試合はぬい紅茶チームの勝利ということで、イエーイ、おめでとうございます。4ピピピ。あー、よし、姉さん頑張っていこう。はい、よし。いや、とりあえずまた木をね掘って、下まで掘らなきゃだな。ゴーゴーゴー。あ、今回資源は大丈夫そうだな。資源大丈夫そうだけど、あの取れない岩が結構邪魔してるから下に進んでる感じだね。そうだね。とりあえず先の石もババンと掘れるように道だけ作る一旦。オッケー。ババーン、ババーン。はいはいはい。と、いやー、さっきはねやられてしまいましたね。タッチの差でやられてしまいましたね。能力が拮抗してるってことだね我々ね。ユキジと俺とお前がだぞ。あー、なんかさっきチクチク言葉言われる。ちょ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 。あ、ちょ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 。え、ちょ待って、ちょ待って、これ、待って、どういうこと？あぶねー。あぶねー。あぶねー。え？そういうことあるよね。そうそう、そうそう、しんどかった。やっぱ石はね。石ない？石、前から掘って。次。おーい。
あ、てかそろそろ俺掘り始めるよ、下の岩。じゃあ前少し掘ってから掘るわ。ダイナマイト来てる。あー、ダイナマイト、やめてくれ。ウケる。ダイナマイトだるいね。俺らもそろそろ来るってことだよな。あれ、相手バラけてるタイミングなのにずるくないか。さっき俺ら固まってるタイミングできたのに。そうだったね。その固まってとかいけんじゃない。ああ。それ固まってる方が俺良かったね。そうだね。道がもうそこしかなかったんですけど。辛いね。なんだこいつ。いや、うちらはうまくこう分担できてたっていうことだね。要は。そういうことや。切らないとお茶くんが取れん。うちあれだよね、なんか。掘り進めるの早いんだけど、その後のなんかヤンヤがうまく連携取れてないかあったよね、さっきね。いやもうお茶くんがうまい、ありがてえ。これじゃなんかもうちょっと喋った方がいいんじゃない。え、どうした。これじゃもうちょっとなんかこちらの声もっと聞きたいなと思ってるんだけど、どう。あ、おいマイクもミュートになってた。あー、よくやるもんな。そうそう、ミュートになってた、ごめん。ミュートか寝てるかだもんな、こちゃな。そうそうそう、入れちゃってほしい。あ、オッケー。鉄が欲しいっす。鉄、オッケー。あ、ここ、最悪。ここ掘っちゃうわ。危ない。ナイス、ナイス、オッケー。すぐに少しいるでしょ。うん、ちょっと俺動けなくね、これ。ごめん、俺動けないかも、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あー、そうなってんのね、しまってね。お茶くん、余裕あったらちょっとさ、木整備してくんない、下の、いや、カッコ。あそこだけ邪魔だわ。俺の下の。そこそこ。これちょっと石、そうそうそう、石を供給します。運び終わったらでいいよ。炎は、オッケーオッケー、ここ直進で行くよ。あ、いいよいいよ。水こっちから取れるようにするわ。とりあえずゴールまでの直線は作ったわ。あ、もうよき時たつ静かになってきたの、もしかして。どうしたどうした。 あと4マスぐらいかな。なるほど、オッケーオッケー。もうちょっと石があったかいかな。いいぞ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 。石がない。いけ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 。石置いたよ。ナイス。4人超えちゃったもんね。ナイス。いや、これはよかったね。これは光りましたね、我々の連携が。無言の無言の連携。もう通じてるからね、我々。まあ、エサザーだからな。いやいやいや、あんたは言えないよ、人のこと。え、いや、お茶くんは知らされずにだからね。じゃあ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 、次の試合で決まりますね。 4PP マジムスイカでワンチャン爆スでするからね、これ。じゃあ、ハードぐらいにしとくか、じゃあ。まあいいけど。まあまあ、ハードね、OKOK、うん、ハード。これ死んだら負けなんじゃない。あ、死んだらも当然負け負け。オッケーオッケー、これで決まります。今1-1なので、次の試合勝った方のチームが1ポイントゲットできます。それではやっていきましょう。怒ってるね、なんか怒ってるね。よっ、これむずいな。やはりこれなんか木がサボテンなんだけど。そうだね。サハラってこと。サハラ砂漠ってとりあえず1000個切ったら持ってっちゃった方がいいかもね。あ、いわゆる、それを水全然ないやん、これ。線路早めに。そうだね。ちょっと俺は基本掘り進めるけど、ある程度溜まったらこう線路の方に資材近寄せるイメージで。やべえ、下めちゃくちゃ細いけどこれ。違う、これ横空いてんのか。おしゃくん、ここ途中通れなくなるから一気に進めよ、ここは。水を。そう、そこね、細いよね。お互い気をつけよう、ここ。水を。あ、水がいけない。水やってらんない。今いけんじゃない、今。今いけるね。ちょっと、待つタイミングが悪かった。これ、取れてない。これ、取れてないわ。じゃあ、1個取れてない。あ、オッケーオッケー。お茶が先にね、レール、奥に5個ぐらい置いといた方がいいかもしれない。ここ1列しかないわ。ここ?いや、ここ、ここにね、ここ1個しか取れないから。あ、これでやばいかも、俺取れないかも、これ。ここなんだ。え、マジやば。そうそう、そこがね、やばい、マジで。あ、そこ、ナイスナイス。オッケーオッケー、取れた。さすがです。大量に先に持っていくのが来てもらえないと、積む、これ。レールの束奥に置いて、ごめん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 、行っていいよ。行っていいよ。レールの束奥に置いてて。そのための岩ね、そのための岩ね。今、ストップしてるから、レール先生さ。やばい。
よし、やばい、取れなくなるから俺両方持って先行っちゃうね。おーい、でルガチで用意してて、この辺キガちゃん俺の方に置いといてほしい。ここなんだ、これここにあるもう一マス何なんだこれ。これここマジ一人取れなくなるんだ、人取れなくなるんだねえ、なんかその可能性あるよね。うわやば、ここ先にもう引いちゃっていろいろこっちに持ってこ来とかないとまずいね。広げるわ先の方。ここの木切れる。スキューです、スキューです、やばい、ストやなこれ。スキューです、急げ急げ急げ、よし木持ってこれた。これ先に本当に余裕持って線路置いとかないと、うん、まずい、危ねえ、非常にまずいです。取れなくなるというか来るか、これ。下取れるように切るわ。あ、やべえ、もう取れないわ、作った。いや、まあまあ大丈夫じゃないか。待って待って待って、よし、食ったか。とりあえずあれか、下にしてもしょうがないから、コビタン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 、無理か。今下、下、下通してる、下通してる。あ、てかそっか、コッキーがあっち行っちゃってんのか。そうなんですよ。あ、じゃあこれ下、下通せる、下通せる。レイさん、ここ木、下を切ってもらって。待って、水かね。燃えた、でもこれ、お互いお互い燃えています。お互い燃えてる。取れんのか。これで行くしかない。橋がいる。橋がいるんだけど、ちょっと待った。先にピッケルでここ開けないと取れないやろ。やばいやばいやばい。俺ちょっと水やる。オーケー。待って、鮮度がやばい。鮮度がやばい。鮮度がやばい。火が全然足りねえこれ。オーケー。オーケー。で、オーケーどこ行った？オーケーどこ行った？スラハシだ。面白いな、これ。あ、もうこ、クソだな、このステージ。オッケーオッケー。バイ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 。線路が、これ、動かないな。オッケー、ギリギリ、ちょっと。うん。ちょ。これ、めちゃくちゃ、行って。線路、つくんでた。オッケー。木上にある、木上にある。で、木を運んでもろって。いらない。もっと、すまない、ありがとう。で、レールを引きます。あぶねえ。なんとか、で、木を切らんといかん。殺してくれ。木がまずい。レールスケールだけ引いちゃっていいよ。はいよ。俺も木運ぶわ。あー、通れねえし、カス。すいませんね。まあ、水やった方がいいかも。これ、あ、いや、俺やるわ。1年沿ってまた1年やな、これ。そうだね。あ、待って、違う。やばい、木がない、うちも。まずい。上にある。了解。もう、奥、これ、フランといかんな。あ、ごめんなさい。はい、あと1、2、3個、あと3個あればいいよ。相手めっちゃ繋がってる。まずい。持ってける？はいはいはい。やばいぞ。もらえよ。あー、マジかー。やられたー。いやー、これめっちゃミスったなー。いやー、ここもちろん出来上がっちゃったかな。いやー、難しかったね。いや、難かった。クソしてやったー、これ。いやー、やられたー。4PP。やられてしまいました。いやー、これで1ポイント僕たちがゲットしたということで。やられてしまったというわけで、悔しい。第1試合目はぬい紅茶チーム、まあ、チーム B に1ポイントでございます。おめでとう。ハンデとしてくれてやるよ。あ、そうだね。あ、つい平均競技で1位取ったら逆転されるかもしれないからね。普通に1ポイントじゃない、うん、いい試合だったんじゃないですかこれね。いい試合だったね。最後のステージマジで難しかったな。クソ太かったな。そう、難しかったね。上に投げないと通れなくなるの。普通に死にかけたもん、ね、死なないことで精一杯だったもんね。活動じゃなくて。本当に。それでは、ちょっと最後にね、整理の方をさせていただきましょう。第一試合アンレールドチーム競技でございましたけれども、見事1位を勝ち取ったのはぬい紅茶チームでございます。おめでとう。イエーイ。おめでとうございます。先生点。
綺麗に先制点が決まったところで第1日目の格付けチェックは終了でございます。第2試合目は明日動画の方を上げさせていただきますので、何のゲームをやるかも含めてお楽しみにということで、今日はこれで終了ということでおつぴぴでございます。おつぴぴ、おつぴぴ、あの本格運用してるから、そう本格運用してるから、お前通達だったろ、うん、言ったろ今日初めに通達したろ。え、コンピピは聞いたけど、おつぴぴ、確かに、おつぴぴ、おつぴぴ、おつぴぴ、